はい、ヒーリング系インディアンフルートの尾崎元明です。この動画チャンネルはですね、インディアンフルート、ネイティブアメリカンフルートをもうすでに、ね、楽しんでいる方がもっと楽しんでいただけるように、それからネイティブアメリカンフルートに興味があるんだけどとか、以前やってたんだけどもうなんかしまっちゃったんだとかね、そういう方、それから、あ、インディアンフルートなんか聞いたことあるぞっていう人までね、とにかくなんかもっとこうインディアンフルートを、知ってもらいたい、もっと言えば、始めるきっかけになればいいなと思ってこの動画チャンネルを作っていますね。ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、そして今回はですね、演奏後に必ずやってほしいことということを解説したいと思います。まあ、いろんなシチュエーションがありますよね。演奏会、まあなかなかね、コンサートとか演奏会っていう人はね、まだまだいらっしゃらないと思うんですけれども、例えば、自分で好きな時間に吹いてみたりとかね、自然の中に持っていて吹いたりとかっていう時ね、演奏、そうですね、まあ例えば、10分とか20分とかね、30分とか演奏した後に、じゃあそのままケースとかなんかしまい込んじゃっていいのかなっていうと、そうじゃないんですね。はい、で、まず一つやってほしいことっていうのは、まず第一ね、楽器の感想っていうことなんです、ね。そもそも管楽器ってこう中に息を入れることで音を出すんですけれども、その息を中に入れることで必ず内部が結露するんですね。で、結露すると、その結露した水滴がどん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 こう溜まっていって、最終的にはこう、液体というか、まあ液体なんですね。で、例えばトランペットとかトロンボーンっていうのは、それを抜く、なんていうのかな、場所というか、その、レバーがあって、ね、それを押すと、なんかそこからターってこう水がね、流れるっていうか、もう捨てられるようになってるんですね。でも、このインディアンフルートっていうのはそういうものではなく、でもどん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 ここに溜まるようになっちゃってるので、ね、それをまず出してあげないといけないということですね。例えば、こういう布ですね。布があったら、この布に対してトン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 とこう優しくね、やってあげると、だんだんここの中からね、出てきます。ね、水滴というか、水がね。はい。で、それを拭き取ると。そして、さらにやっていただきたいことは、このバードを、外すっていうことなんですね。はい。で、外すこと、要するにこれ、中をですね、このバードで蓋をしてる、ことになっているので、ね、この内部ね、これ分かりますかね、ここの内部、ここの中が結露するわけですね。そしてここら辺にこう溜まってくるわけですね。はい。で、ここ蓋しているので、このまま閉まってしまうと、ここなんかずっとこう水がね、溜まってる状態になってしまうので、まあ日本って割とこう湿度がね、比較的高い国なので、そのままにしておくと、例えばこの辺の塗装がこうひびが入ったりとか剥がれたりとか、最悪もう木が腐ってきちゃったりとかするので、必ずこれは、取っておいた方がいいと思います。はい。ね、例えばね、リコーダーみたいにね、なんかこうプラスチックの棒でね、こう、ガーゼを巻いてこう中ね掃除するっていう人もいますけれども、まあそこまではやらなくていいかなと。下手にね、穴が、穴ってこれね、ブレスホールというんですけど、ブレスホールがね小さい場合ね、下手するとこう詰まっちゃうこともあるので、あまりそれはおすすめしません。はい。ね、とにかくあとティッシュとかをねこう酔ってなんかずっと入れたりとかってするのもおすすめしません、ね。とにかく中内部に何かがこう残ってしまうっていうことはなるべく避けたいので、まあ置いとけばいいかなと。で、それでもやっぱり衛生的にちょっと気になるようであれば、アルコールのね除菌のそのスプレーなんかをここにシュッ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 ってね、かけたりとか、ここにもシュッ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 ってかけたりとかっていうことも、でも大丈夫だと思います。はい。それで、まあその後ですね、まあ乾燥したらですね、例えばハイスピリッツっていうメーカーでしたら、そのメンテナンスキットっていうのがね、売られてるんですね。例えばこういうね、こういう感じのメンテナンスキットがあって、その中にこういうオイルがね入ってるんですね。これわかりますかね、これこういうのね、ハワードっていうね、メーカーのブッチャーブロックコンディショナーっていうんです。
ですね。でこれ、何かっていうと、何て言うのかな、あの木の食器とか、あとまな板とか、そういうのを保護するための、オイルなんですよね。ですから別に無害なので大丈夫だと思います。あと僕がよく使っている、このウッドサウンズというメーカーですと、こうちょっと汚いんで、これね、ここの社長の、ブレントさんからね、いただいてきましたね。こういう、ワックスがあるんですね。どういうのかというと、ツリーオブライフデザインズっていうね、メーカーが出してて、グレイビアーズウッドライフワックスと言います。で、中なんか見るとね、こんな感じのね、ワックス。蜜ろうとハーブね、蜜ろうとハーブがね、入ってて、ね、とてもいい香りがしますね。ですので、これももちろん無害で、人間に対して無害なのでおすすめですね。ハイスペースの方のメンテナンスキットは日本に多分入ってきてるんですけど、トリーオブライフデザインの方は入ってきてないので、例えば直接ホームページに行ってね、注文してとかね、ちょっと高くなっちゃうかもしれないんですけれど、おすすめはおすすめですね。で、それをちょっとこうね、指につけたりとかして、こういうところをね、この内部もそうですね、保護すると、割とこう、なんていうのかな、腐らなくて済むというか、ね、保護になりますね。はい。はい。で、あと、ちょっと言い忘れたんですけど、トントンってやるときによくね、こうやってね、振る人がいるんですね。こうやってピッピッピッってね。もっとこうやるとね、こういう感じで。ね。これ非常に危険なので、やめてください。ね。後ろに、人がいたりとかね、それで、痛いとかなったりとか、あと、例えばですね、ここ結露した水滴が、こうピッピッってやることによって、こう、パッと飛びますよね。で、そうすると、なんかこう、ね、周りにいた人が、なんか冷てえなとか、ね。何それって言ったら、なんかちょっと嫌かもっていう感じになるとね、すごい嫌じゃないですか。ね、人に迷惑かかるので、それはやめた方がいいかなと思います。はい。あとね、演奏後に必ずやってほしいことの2番目ですね。保管場所についてですね。もちろん、こういう楽器っていうのは直射日光とか、あと高温多湿は避けてくださいということはね、多分、皆さんなんとなくわかるんじゃないかなと思うんですけども、意外とね、盲点なのが、ペットとかね、あと小さいお子さんね、ペットと、特にワンちゃんとか猫ちゃんとかは、なんていうかな、この、噛み噛みするのにね、ちょうどいい、こう、太さだったりするわけなんですね。ですから、パッて見たら、はぁ、私のフルートが、っていうね、新しい、こう、なんか、模様になってたりとか、傷になったりとかね、すると嫌じゃないですかね。ですから、なるべくこう高いところに上げとくね。あと、小さいお子さんなんかも、やっぱり音が出るものってすごく楽しいので、こうやってふーって吹いちゃったりするんですけれども、そういう時に必ずやるのが、噛むんですよね。ここ、あーって噛んで、音出したりするので、なんででしょうね、小さいお子さんね。よくわかんないけど。そういうことするので、避けた方がいいかなと思います。はい。ごめんなさい。なるべく、だから高いところに保管しておくといいかなと思いますね。はい。ではですね、演奏後に必ずやってほしいこと、ナンバー3、急激な温度の変化。ね。ということなんですね。例えばね、実際僕の、教えてた方で、その方に初めてフルートを購入されたんですね。で、それ購入して、レッスンをして、そして、それね、2月ぐらい、すっごい寒い日だったのね。で、その寒い日に、吹くじゃないですか。ね。そして、家に帰ると、やっぱりその道中ね、道中ではないんですけど、家に着くまでの間、すごく寒いので、やっぱりこう、缶も冷えますよね。
ね、それちょっと湿った状態で缶が冷えまして、でそして家に着いて、多分あのエアコンにね、あのなんか直接、というか近くにね、置いておいたのかなと思うんですけども、翌日メールが来て、すいません割れちゃったんですけれどね、ここの部分がピーって割れちゃったっていうね、こともあります、ね、ですのでなるべくなんていうのかな、寒い時は結構ちゃんと巻いておいてというかね、割とこうその時もね、あんまりなんか袋にちょっとパッと入れて持ってっただけだったと思うので、うん、冬の場合はなんかちょっとね、人間と同じようにもう一枚こう着せてあげるというかね、それぐらいがあってもいいのかなと思いますね。でそしてまあどんな楽器でもそうなんですけど、っていうかごめんなさい、管楽器の中でもこの木を使った楽器ね、木を使った楽器っていうのはエアコンの風すごい嫌いますので、なるべくというか絶対にエアコンの風がね直接当たるようなところには、置かないようにしてください。はい、今回はですね、演奏後に必ずしてほしい、こと3つということで、楽器の乾燥、そして保管場所に気をつけること、そして急激な温度変化に気をつけること、この3つをね、解説しました。いかがだったでしょうかね、この動画が、皆さんのお役に立てればいいなと思います、ね、もしこの動画がですね面白かったなとかね、役に立ったなという方はぜひねいいねボタンを押していただければ嬉しいと思います。あとチャンネル登録もお願いします、またコメントもね受け付けてますので、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。